おまけのイーグレット2ミニ、おまぐれット2ミニ、うん、ということで、おまけで引き続きゲームをプレイしていきたいんですけれども、何やります？2人でいけるやつ、2人プレイ稼働のやつが、特殊部隊 UAG クライムシティ。クライムシティもろそうじゃないですか。どんなゲーム社が究極タイガー2もいける。これでも交代制で、あ、同時って書いてるわ、うん、同時なんだ。クライムシティやってみる。どんなゲームでしょうね。悪の組織と犯罪がはびこる街、クライムシティ。え、トニーとレイモンド、どっちがトニーとレイモンド、どっちがやりますか。俺がトニーなんじゃない。じゃあ俺がレイモンド。俺レイモンドって、あの、オハスタの人しか出てこないんだよ。レイモンドやっぱオハスタの人じゃない、これ。じゃあ上が山ちゃん、うん、すげえ、シャワーの浴び方がダイナミック。これ、あれ、これリーサルウェポンじゃない。リーサルウェポン、これリーサルウェポンっすよね。当時こういう組み合わせが多かったかもしれないね。集団脱走。え、おーおお、弾無限？いや、弾あるわ。え、あぶれ、あいって、殴りやがった俺のこと。シャガ以外戦う方法ないの。ないんじゃないですか、これ。これ壊れる。ジャンプで通るってこれって薬？薬ですかね、これ。多分パケっすよね。あれ、ナゴンさん撃たれた。ちょ、待って、あいつ。なんかちょっと俺に似てるやつ。いや、当たんねえんだけど、弾。へっしょへっしょ。よし。うわ、お、M16。おぉ。M16 取ったやん。この弾の感じが実にこの時代のゲームっていう。あ、近くでね、うん、殴るとパンチになるわ。あ、そうなんだ。いや、ガンガン、あー、俺取っちゃったよ。あ、いった、やられた。やられると銃が消えるのか。うん。あ、これ前転するな。どうだ、前転当たり判定あるけど。前転当たり判定あるな。お、なんかマグナムみたいなありますよ。ボスじゃないこれ。くそ、脱走者だよ。暗い。あこれカバーで戦うタイプのゲームなんですね。おら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 、ハンドゴン落ちてる。ゾンビアタックじゃない。オーダー降伏してる。ボス倒した。あった。結構おもろいっすね。慣れてくると全員逮捕。いっぱい撃ち殺したけど。すげえ、人号ごと。じゃあ、俺はこのマータフ。リックスと。うん、おお、チョッパーで。おお、いや、くそ。いや、いや。ムカつくな、こいつ。あ、トラックだ。おらおらおら、弾切れなんか気にせず。シャッガンじゃないですか。お、いいっすね。おお、強い。拡散が。お踏んだら倒せんだ。おお、危ね。痛い。またまたまた落ちていきました。ちょっとやばいやばい、引かれた引かれた。ちょー、なんで俺ばっか撃ってくる。これ強くない。おー、全然ソニック戦法強い。全然強いけど、ソニックザヘッジョーク、これ食らってない。食らってない、これ。ソニックウォークしてたおっさん、うわー、重大パンで倒れた。だろうね、ライフ性なの。もうレイチャーして戦う方がいいな、これ。弾切れたわ。パンチパンチ、またパンチ、またパンチ。
おお、視点変わった。急に奥行き。俺パンチしか打てねえの？いやー、打てる打てる。弾無限みたいここは。ほら、ほらほらほら、ほら、ほら、おお、楽しい楽しい。コントラでもこういうステージあったの？あったあった。うん。これ、俺こっちの方が好きだわ。主観視点の。おお、おい。あれ？あ、大ジャンプあるじゃん。カジ君、大ジャンプある。そうなんですよ、俺さっきからね、大ジャンプしか押してなかったから。あっ、プイイエーうわ、チョッパーチョッパーの量すぎ、痛い。あ、人質取ってる、人質取ってる、クソ。これは助けられない。いやお、あに車で引きに来るのずるいな。なんか飲んだぞ、酒みたいな。うん、よし、いった。混んでる混んでる。お、またか。まただ。おいた。ちょいちょい、ドーベルマン、ドーベルマン何？犬何や？銀行だ。おお。銀行強盗。危ない、まだ。うわ。どっち？どっち？ち。どっち行こうこれ。ずっと出てくるの？ここはずっと戦うんですかねこれ。銀行強盗人数多すぎだろ。こんなんゾロゾロ入ってくるか。硬いボスだこれ。ビッグスのソニックアタック。ほら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 よーし。いや強いねこれ。これ銃より強いじゃねえかよ。アスカ文化アタック。いやギャグ漫画緑のね。銀行強盗アスカ文化アタックで捕まる。あ、武器取引されてる。お、密輸だ。密輸組織摘発。渋いね。このゲームいつまでやんのさ。いやわかんないっす。基本構造一緒だからもう飽きたよこれ。ね、別のゲームやります。別なゲームやろうよ、うん、でも楽しいゲームっすね、うんうん、慣れればもっと楽しい。特殊部隊 UAG やってみるか。似たようなゲームじゃないかなこれ。ちょっとやってみよう。ちょっとかっこいい。あれ、バイクと援護爆撃機なんか違うな。シューティングかな。シューティングだ。うわ、おお、かっこいい。オンリーワンプレイヤー。いや、押してたら出るんじゃない多分。うん、パワー、アトミックパワーブラック、原発か。アンアタックド、読めない。出られる。あ、出たわ。二人ともバイクなんだ。バイクのシューティングゲーム珍しくないですか。死んだわ。これは面白いわ。ボムが飛行機からの援護なんだ。ボムってどのボタンですか。 B ボタンかな。なんかサイドカーみたいなのついてる。サイドカーからも出てるよ。ほんまや。そっちのバイクと形、うわ、事故った。俺多分ファープしたんじゃない。ファープしてる。サイドカーついて爆撃じゃい。これ取ると、うん、なるほど。サイドカーでパワーアップって珍しい。一発で死んでパワーアップ終了か。きついな結構。ねえ、いった。結構硬派だなこれ。そうっすね。ちゅうかもう戦車がかわいい。そうだ、トロフィーコンバット、うん、もう一本道はあるよ。それパワーアップ。おいし、オッケー。これもかな。爆弾じゃないですか今の。ボム、おお、ボムか。あ、パワーアップ切れた。これパワーアップか。それパワーアップだよ。これパワーアップ？うん。お、横方向。なるほど、むずいって。一発死なかなか厳しいですね。
潜水艦こんなとこ攻めてきたけど敵の死に方が不思議。ちょ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 、溶けてる。ああむずいってこれ。これいつまで続くのこれ。あ、爆撃当たんだ。ダメージ取ってるこれ。爆撃当たります、ね、爆撃でしかダメージ取ってないね。硬、うん、いっすね。援護を要求するのがもう戦術。これ当たり判定なんだ、味方同士で。マジ、うん、今引っかかってたよね。うわほらほんまや。ちょっと慣れてきたか。横方向の攻撃厳しい。敵のいるあそこの位置アンチだしね。あそこ行けないし、うん、うわ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 、ナイス。おー死ななくなってきたぞ。地味ではまあゲームとしてはかなり硬派ですけれども、よくできてはいます、うんうん、アイデアは斬新かな、バイクっていう。弾消せるからな、やっぱ僕は、うん、ねこれなんだあれ、屋上になんかいますね。泥棒、泥棒みたいになってますね。あれ爆撃したらなんかいいことあるのかな。おら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 、これ何、一生続くの？ボス戦があるんじゃないですか。さっきの潜水艦がボスなのかな。さっきの潜水艦ボスなのか。弾の射程も短いですね。あー来た。いやー予想外。何それ、さっきまで可愛い戦車だったじゃん。追っかけされていってる。よし麦立ちだ。あ、麦立ちだった。オラ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 。どうしたんすかバイクで突っ込んでてこけて死んだんだけど。いやー英雄的献身ではありましたけれども、うん、特に必要のなかった。もう終わるか。もう終わるか。そうですね。楽しかった。ああ、やっぱゲームって楽しいだ。ああ、面白かった。昔のゲームって、やっぱ結構腕が問われますね、うん。そうですね。だからこそ夢中になれるんだけど。はい、ということで皆さん、イーグレット2ミニ、これ拡張 パックみたいなのまだ手に入るんですよ、これ。これは買えるんじゃない、うん、このコントローラーがちょっと買うの大変らしいけど。そうですね、まあ、興味あれば皆さんも調べてみてくださいね、よろしくお願いします。